学校に所属しない高校生で作るビッグバンドです。毎週土曜日、自由が丘会館というところに集まって練習しています。今日は栄の街がジャズに染まるということで、私たちもジャズするぞとやってきました。精一杯演奏しますので応援よろしくお願いします。最初の曲はサミー・ネスティコのアレンジで、興奮してきたぞというザ・ヒーツ・オンでした。テナーサックスのソロは高校1年生ですが、テナーサックスの人数が少ないので大忙し、興奮せざるを得ない水野里穂でした。さて、次の曲もカウント・ベイシーのナンバーより、女王蜂ザ・クイーンビーで行ってみたいと思います。一番前にいるサックスの大人っぽいメロディーをお聴きください。それでは女王蜂ザ・クイーンビーをどうぞ。
私たちは年に 4,50 回もの演奏の予定がありますが、そんなこれからの演奏の予定を書いた、ちょっと待った、じゃなくて、ところで 4,50 回もの演奏の機会がありますが、そんな活動の様子はホームページやツイッターに載っています。ホームページは FHJO で検索してもらえればすぐ見つかりますし、ツイッターは @FHJO_LHJO で検索していただければすぐに見つかります。 FHJO というのは私たちフリーヒルズジャズオーケストラの頭文字を取ったものです。フリーヒルズというのは自由の丘、自由が丘ということですが、私たちが練習している場所からこの名前を付けられました。ぜひご覧いただきたいと思います。またホームページは苦手だなという方には、これからのステージの予定を書いたものが客席の後ろあちらの方に置いてありますので、お取りになっていただき、ぜひ追っかけしてくださいね。よろしくお願いします。さて次の曲は士官候補生ハイスクールキャレッツで行ってみたいと思います。運動会でもよく流れる曲ですので、ご存知の方も多いことと思います。それでは士官候補生ハイスクールキャレッツをどうぞ。夏にはあちらこちらでジャズフェスティバルが開かれますが、8月のお盆の真っ最中には江南市の市民会館でビッグバンドだけではなくコンボバンドも集まってサマージャズフェスティバルが開かれます。私たちは鳥で出演します。また9月21日の敬老の日には今池のガスビルで学生から社会人まで8つのビッグバンドが出演する
今池ビッグバンドフェスティバルがあります。私たちはラテンステージとディズニーステージとして1時間半の演奏をします。私たちの出番は午後6時20分からです。こちらもチラシが客席の後ろあちらに置いてありますので、お取りになってぜひおいでください。お待ちしています。さて、次の曲はアルトサックス高校1年生足立梨子をフィーチャーしてバラッド・フォー・ア・ラフイヤーで行ってみたいと思います。高校1年生のアルトサックスの音色をお聴きください。それではどうぞ。Thank you.
生に見えない、そしてアルトサックスの音色も高校1年生には見えないほどの足立梨子でした。さてグリーンヒルズジャズオーケストラ、次の曲で最後の曲となってしまいましたが、ここで一つお知らせをさせてください。私たちは毎年3月にリサイタルをしてきましたが、最高の演奏ができるのは大会に向けて頑張っている時だということで、今回は9月23日水曜日秋分の日に中央法人会の応援を得て行うことになりました。そしてゲストには東京を中心に全国でご活躍中のアルトサックス奏者吉野美雪さんをお迎えします。きっと楽しい演奏会に、そして最高の演奏会になることと思います。今回は入場は無料ですが、毎回満席になりますので整理券が必要です。客席の後ろあちらにチラシが置いてありますので、お取りいただき、そのチラシの裏に必要事項を記入してファックスすると整理券が送られてきます。チラシ1枚で4人まで整理券が送られてきます。ぜひ早めにお申し込みいただき、ご来場いただきたいと思います。お待ちしています。さて本日締めくくりの曲は、暑い夏の太陽にふさわしいサンライズレディで行ってみたいと思います。最後の曲ですので、先にソロの紹介をしておきます。テナーサックス高校1年生水野里穂、そしてトランペット高校2年生宮田晴美、トロンボーンは私高校3年生竹本未来、バリトンサックスは高校3年生稲垣あかり。本日は名古屋高校生ビッグバンドグリーンヒルズジャズオーケストラの演奏をお聴きいただきありがとうございました。ご案内役は受験勉強のため本日で休部することになりました高校3年生竹本未来でした。今まで6年間応援ありがとうございました。このグリーンヒルズで学んだことは忘れずに、これからも頑張っていきたいと思います。これからもグリーンヒルズをよろしくお願いします。それではありがとうございます。それではサンライズレディをどうぞ。Thank you.
さあどうぞもう一度大きな拍手をフリーヒルズジャズオーケストラ。高校3年生は受験です。ラストやったんだよ今日、復帰納めだね。